さあその最終クォーターが今から始まります。翔英自陣19ヤードからサードダウン5で試合再開です。パス成功、翔英ファースター。クォーターバック38番、ショットランフォーメーションからワイドレシーバー6番にパスを通しまして攻撃権更新です。翔英ファースター見事攻撃権更新を果たしました。クォーターバック38番は永田、近畿大学出身、取りました。ワイドレシーバー6番、大倉も近畿大学のプレイヤーです。翔英ファーストダウン10。さあここで中央へのランプレー、キャリア29番左オフガード付近をつきまして約7ヤードのゲインとしています。キャリア29番は柏原、近畿大学出身。翔英自陣34ヤードからセカンドダウン3。不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで1点ロングパスを投じました。ターゲットは81番でしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。クォーターバックは28番の佐藤が務めております。さあジェットモーションスイープ、モーションさせてその選手に左をプゴをつかせました。失礼しました、クォーターバック28番が持っておりました。密集点をつくように攻撃権更新です。翔英ファースター左オープンプレー5ヤードのゲインでファースダウンを獲得。後半最初のプレーでトラブル発生し、ソエブレザーズ試合をリタイアする形になっています。山西に代わりましてクォーターバックに28番佐藤が入り、現在攻撃を進めております。翔英相手自陣39ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル、ショーエブレザーズクォーターバック38番。失礼しました、先ほどのプレースナップを受けた際にクォーターバックが膝をついておりました。ここでプレーが終了する形になっております。膝がついた時点までが前進したランプレー、結果的には交代しておりますが5ヤード交代する形でセカンドダウンに入ります。ショーエセカンドダウン15、ボールオン自陣34ヤード。クォーターバック28番パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランブル、しかしディフェンスのカバー厚くゲイン2ヤードにとどまっています。投じる構えからスクランブル2ヤードのゲイン。翔英自陣36ヤードからサードダウン13。パワースイープを展開しようとしましたが、これを見計らって大阪ガス56番がチャージしまして、このランプレーを阻止しました。見事ロスタックルを決めましたが、大阪ガス56番の吉田、大阪産業大学出身。
翔英フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。このパントを転がりよく大阪ガス陣25ヤード付近でボールゲットとなりました。翔英ブレイザーズ交代です。パンター16番高橋大輝選手パントを取り攻撃権を放棄。ここで大阪ガススパンクスへ攻撃権が移ります。大阪ガス自陣24ヤードからファーストダウン10。不成功。クォーターバックここで反則があった模様です。12番ここでロングパスを投じましたがここでイエローフラグ反則が発生しています。ラフィンザパサー翔英ブレイザーディフェンスの反則です。15ヤードのペナルティーでパスを投げ終わった選手へのヒットです。この反則は危険な行為として重大な反則に扱われます。15ヤードを奪った従いまして自動的に攻撃権更新という形になります。大阪がファーストダウン獲得です。クォーターバックに対してヒットをする反則です。危険行為としてディフェンス側翔英ブレイザーズの15ヤードのペナルティーです。自陣39ヤードに入りましてのファーストダウン10。大阪ガススパンクス自陣39ヤードリファーストダウン10。南極34番トスを受けて右オープンへのスイーププレー。大阪ガススパンクス相手のディフェンスを飛び越えるように約7ヤードのゲインとしています。7ヤードのゲイン。キャリア34番は辰馬大阪体育大学出身。大阪ガススパンクスセカンドダウン。時計の表示に誤りがあるため訂正をさせていただきます。クォーターバック12番ハンドオフフェイから自らキープを試みようとしましたがこれを翔英94番が対応しましてこのランプレーノーゲインとしました。翔英94番は森高千穂大学出身のチームのルーキーです。94番ディフェンスライン94番森亮太郎選手ゲインは与えません。ノーゲイン。大阪ガススパンクスサードダウン。大阪ガス自陣46ヤードからサードダウン3。プレーアクションから右にキックプレー相手のディフェンスを裏を突くように攻撃権更新としています。大阪ガスファースター見事攻撃権更新を果たしました。クォーターバック12番は日の神関西大学出身47ヤードよりファースダウン10。大阪ガス相手陣に入りまして相手陣47ヤードからファースダウン10。ここでホイッスル。チームタイムアウト。大阪ガススパンクス後半1回目。大阪ガスここで後半1回目のタイムアウトを取ります。ここで大阪ガススパンクス後半1回目のタイムアウトの要求です。アメリカンフットボールでは前半後半各チーム3回ずつタイムアウトを要求することができます。
タイムアウトを取りまして試合再開となります。これで大阪ガスパスプレーにより攻撃権更新を図りましたが、このパスを取りましたのは翔英31番、インターセプトで攻守交代です。ターンオーバー、ボールを持ちそのまま走り込み20ヤードほど、見事インターセプトしましたのは翔英ブレザーズ31番の山根、滋賀大学出身のルーキーです。9ヤードよりファーストダウン10、翔英相手陣49ヤードの位置を得ましてのファーストダウン10。不成功。クォーターバック10番、パスを投じようとポケットにとどまっておりましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。攻撃権1つ失い、セカンドダウンに変わります。翔英相手陣49ヤードからセカンドダウン10。翔英ブレザーズセカンドダウン。26番ハンドオフから右オープンを展開、ディフェンス殺到する中スピンボールを決めまして約4ヤードのゲインを果たしております。失礼、約6ヤードのゲインを果たしています。先ほどのプレーで7ヤードのゲイン。翔英ブレザーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで。何枠は26番の金子でした。翔英相手陣42ヤードからサードダウン3。クォーターバック10番、プレーアクションからカイトエンド5番へのパスでしたが、このパス大阪ガス見事なパスカバーでパスカットし、パス不成功に変えました。翔英フォースダウンに変わります。翔英フォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル、3ヤード前進にこの試合の状況をかけます。インターセプト、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。大阪ガスパックタッチダウン。クォーターバック10番、ここでパスを投じましたが、そのパスを取ったのは大阪ガス24番、24番そのまま右サイドラインには走り上がり、そのまま独走エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。24番渡辺正人選手、そのままエンドゾーンまで。大阪ガスインターセプトリターンタッチダウンを決めたのは24番の渡辺、本日2つ目のインターセプトリターンタッチダウンとしまして大阪ガス6点獲得。キック成功、1点追加。大阪ガススカンクス43点、翔英ブレザーズ7点となりました。得点は43対7、43対7で大阪ガススカンクス大きくリード。
先ほど得点を挙げました大阪ガススカンクスのキックオフで試合開始。そして得点を挙げました大阪ガスのキックオフで試合再開となります。翔英リターンに入ります。このリターン左中央付近をつきまして約翔英ブレイザーズリターンの自陣37ヤード地点からの攻撃と変えました。約25ヤードリターン翔英ブレイザーズ自陣37ヤードよりリターン33番中川でした。近畿大学出身。ここでファールマーカー反則があったデッドボールファール。リレーオブゲーム。翔英ブレイザーズ。反則です。翔英ディレイオブゲーム制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤード抜体となります。先ほどの反則はディレイオブゲーム前のプレー終了から規定時間内にプレーを開始しなかったという反則です。5ヤードのペナルティで翔英ブレイザーズファーストダウンをやり直します。翔英ファーストダウン15ボールオンは自陣32ヤード。さあまずドロープレーから入りました。キャリア28番相手の裏を突くように約6ヤードのゲイン。翔英ブレイザーズランニングバック28番佐藤和樹。キャリア28番は佐藤です。6ヤードのゲイン。翔英ブレイザーズセカンドダウン。翔英セカンドダウン9ボールオンは自陣38ヤード。さあ再び中央のランプレーでしたが、これは大阪ガス54番が54番と43番が対応しまして、このランプレーノーゲインとなっています。タックルしたのは56番大阪ガス。失礼しました。タックルしたのは56番の吉田でした。吉田選手ゲインを与えません。大阪産業大学出身エイジ46ファースト獲得まで残り9ヤード。翔英サーダンナイン。クォーターバック10番パスを登場としましたがプレッシャーからスクラム左オープンに展開しゲインを図りましたが、しかしその獲得距離は1ヤードにとどまりました。パスを登場としましたが左へスクラム1ヤードのゲイン。クォーターバック10番は小畑でした。翔英ブレイザーズ大阪3期生近畿大学出身。翔英自陣39ヤードからフォースダウン8プレー選択です。ギャンブル。インターセプト。しかしここでファンブル発生。さあこの判定はどうでしょう。ファンブルしたボールを翔英ブレイザーズが抑えました。翔英ブレイザーズのファーストダウンです。
翔英攻撃権を奪い返しました。引き続き翔英ブレイザーズ、翔英このフォースランでパスプレーを投じました。しかしロングパスを取りましたのは大阪ガスの32番。これにより攻撃権は一旦切り替わる形になりましたが、ここのプレーの最中に32番がファンブル、そのボールを翔英が抑えたことに翔英攻撃権を再奪取する形で攻撃権更新となりました。翔英ファースター、ボールオンは相手陣49ヤードから翔英ファースターテン。さあ翔英ここでランプレーを挟みます。翔英ブレザーズランニングバック29番、ランニングバック29番ハンドオフから右オフタックル付近を駆け上がり約5ヤードのゲイン。レフリータイムアウト、負傷者によるタイムアウトを取ります。ここで負傷者が発生しましたのでレフリータイムアウトが入ります。先ほどのプレーで6ヤードのゲイン。試合終了まで残り1分36秒。チームタイムアウト、翔英ブレイザーズ後半1回目。翔英ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。これ翔英ブレイザーズ後半1回目のタイムアウトを要求。チームタイムアウト解けまして翔英ブレイザーズセカンドダウン、タイムアウト解けまして試合再開となります。翔英相手陣43ヤードからセカンドダウン5、セカンドダウン4、パス成功ファースター。クォーターバック10番、中央走り込んだワイドレシーバー81番にパスを通しました。攻撃権更新です。翔英ブレイザーズファースター、パスを通したクォーターバック10番は小畑取りました。小畑近畿大学出身、取りました。ワイドレシーバー81番は岩本でした。先ほどのプレーで19ヤードのゲイン。翔英相手陣24ヤードからファースダウン10。24ヤードよりファースダウン10。インターセプト、パスインターセプト、ここで攻守交代。インターセプト攻守交代です。ここでクォーターバック10番再びパスにより突破を図りましたが、そのパスを取ったのは大阪ガス43番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、大阪ガスバンクスディフェンスライン43番、見事インターセプトしましたが、大阪ガス43番の西野、大手門学院大学出身のプレイヤーです。大阪ガス自陣12ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分2秒。大阪ガススタンス自陣12ヤードよりファーストダウン10。ここで中央のランプレーを展開しようとします。大阪ガススタンスランニングバック27番、松本浩太選手の中央ランプレー、キャリア27番中央突破がありましたが、これは翔英のディフェンス集まりよく、ゲイン2ヤードに広がっています。後半2回目、翔英ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ここで翔英ブレザーズ後半2回目のキャリアは27番は松本でした。日本体育大学出身のルーキーです。試合終了まで残り53秒。
大阪ガス使試合再開です。大阪ガスセカンドダウン8。中央エザランプレーキャリア9番、大阪ガススタンスランニングバック6番、川上祐介選手の中央ランプレー。チームタイムアウト、昌平ブレイザーズ後半3回目、昌平ここで最後のタイムアウトを使います。先ほどのプレーで約6ヤードのゲイン、昌平ブレイザーズ再び時計を止めるためのチームタイムアウトを要求、ラストタイムアウト。昌平これで試合を止める手段はなくなり、試合の時間を止める手段はなくなりました。試合時間残り46秒、大阪府警伏せ大阪ガスサーダウン3。大阪ガスファースター、クォーターバック12番、オプションプレーでクォーターバック水高木、後援権更新としました。大阪ガスファースター、ファースターを獲得、見事後援権更新果たしました。大阪ガスクォーターバック12番は日の神、関西大学出身です。大阪ガススタンス、ファースター、大阪ガス、ここでビクトリーフォーメーション、ニーダウンし時計を回します。大阪ガススタンクスクォーターバック12番木上健一選手、スナップを受けニーダウン、試合終了です。ここで試合終了となりました。ここで試合終了、本日の第1試合、試合終了となりまして、大阪ガススカンプス43点昌平ブラザーズ7点で大阪ガスを勝利、大阪ガススカンプス対昌平ブレイザーズの試合は X 残留確定となりました。大阪ガススカンプスの勝利です。よって大阪ガススカンプスは2部残留です。ご来場の皆さん、長時間にわたり激戦を戦い抜いた両チームの選手に温かい戦、温かい拍手をお送りください。X の熱い旅に阻まれ、この家回戦ものにすることはできませんでした。しかし最後まで闘志失わぬ戦い、見事でした。ナイスゲームです。大阪ガス苦難のシリーズでしたが、見事この試合勝利しまして X2 のその椅子を守ることに成功しました。その地位にふさわしい見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。両チームともこの入れ替え戦にふさわしい素晴らしい一戦を見せていただきました。昌平はしかし後半最初のプレーでエースクォーターバックを負傷するという不幸もあり、結果的にその策を練ることができず、それが勝敗に大きく起因する格好になったゲームでもありました。しかし戦いより見事な戦いで、来季に期待が持てる試合でした。素晴らしいゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。イドワインダーズ対いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価され失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。
しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたのかなのかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて 私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、ここで一旦この配信は終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画により実現しております。さまざまな方々のご厚情によりまして、この試合は実現の配信は実現いたしました。皆様のご厚意ありがとうございます。チャンネルサイトを再び切り替えまして、この後に続きます入れ替え戦第2試合、サイドバインダーズ対磯野スーパースターズの一戦、14時10分キックオフ予定の試合も配信させていただきます。本日の配信を実施いたしましたのは私道楽屋伊佐でした。それでは後ほどまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。